今夜のゲームウェーブはゲームを愛してやまないやり込み名人の中からよりすぐりの奇人変人が大集合、全日本やり込みゴングショーを開催。見てびっくり、時にはがっかり、つわものどものおバカパフォーマンスの連続に腰もすだげる30分。それでは早速いってみましょう、ゲームウェーブ。それでは早速トップバッターはこの方です。東京都八王子市から来ました DM 佐藤です。トップバッターはグランツーリスモの達人 DM 佐藤くん。ディープフォレストで1分47秒783の記録を持つ男。めちゃくちゃ速いですか、それ。めちゃくちゃ速いです、はい、めちゃくどれぐらい速いですか。もう、うん、高速を超えてます。動物に例えるとこはどれぐらい速い。動物例えると、うん、亀ですか。あれあれ、トークも弾んできたところです。早速見せていただきましょう、グランツーリスもこんなやり込みです。晴れの舞台で自己ベスト更新なるか。レディーゴー。まっすぐこの辺はまだ俺もできますよ、きっとね。あ、でも速いですね。すごいよ、これセッティングどうなってるんだろう。景色が周りの景色が全く減速は自分の意思でしかしてないですからね、もうね。56秒、真剣だっつったの。硬い方がね、やっぱりね最終ジャッジだ1分49秒。残念、自己ベストには2秒及ばず。佐藤さん、ファミ通の大会で何回も優勝してるんでしょ。3回、毛利名人も手破って。毛利名人よりすごいんですか。毛利名人って言ったらゲーム以外に取り柄がない人なんですよ。ないでしょ。ゲーム取っちゃったらただでかい人なんですか、あの人は。意外にでかい文系の人なんだから。続いては2番の方、はい、どうぞ。はい、あ、ごめんだ。芝県は市川市からやってまいりました、愛の戦士ブルーマン。っていうか田村さん、いや、それ名前は エントリーナンバー2はギャルゲーキャラのことなら知らないことはない、トゥルーマンこと田村雄一さん。何をやってくれるんですか今日は。真実の愛を伝えるために、はい、ゲームに出てくる女の子の、はい、顔を見ただけで、はい、名前、いろいろ特徴等、一発で当ててみたいと。なんでそんなに、そんな詳しくなるんですか。だってゲームの女の子ですよ。いや、トゥルーマンですから。そうなんですよ。それはもう、ファンの話が詰まって。違う、トゥルーマンだからです。僕はよく分かりましたよ。トゥルーマンだからですよね、それはね。間違いないです。分かっていただければ。トゥルーマン以外はもう絶対覚えませんけども、トゥルーマンならばそれは覚えて仕方ないですよ、それはどう考えても。一応僕今家でやってるトゥルーラブストーリーの一番最初のやつではですね、はい、草薙さんを口説きかけてるんですけども、どうでしょう。最初に草薙さんですか。最初に草薙さんです。マニアックですね。はい。そんな僕でも頑張ればトゥルーマンになれますでしょうか。最初に主人公キャラを口説くようじゃまだまだ。そうでしょ。最初から主人公の幼馴染のやつとか後輩の南とか。まだまだ。違いますよね。まだケツが多いですね。僕はトゥルーマンになりますよ、頑張って今日。そのためにも先輩トゥルーマンの話を。ゲーム業界最新のトピックス、ファミスニュースエキスプレス。ちょっとね、不思議なゲームなんですよね。と語るのは元 F1 レーサー片山右京さん。先日行われた UBI ソフトの新作発表会に登場、ゲーム内容を熱く語っていただきました。例えばパラボリカっていうモンツァのこのデモ画面の最終コーナーのところなんて、僕97年にそこでサスペンションが折れてぶつかった時は311キロでバリアにぶつかってました。で、痛くはないんだけど、そのコーナーに入ってくるとその映像を思い出すんですよ。で、それがね、ゲームだったら普通のゲームやってると悪いけど思い出さないのに、これやってるとね、入ってくるときに肘とか肩がね、ちょっとしびれてんだ、わかんの。初めて乗る車だと思って、ぶつけたらお金がかかるとか、そこでクビになると思って自分で気持ちを入れてやっていくと、すごい楽しめるゲームであることは事実で。子供たちが熱狂、熱中している場所、それはそう、ポケモンフェスティバル99春の会場。ポケモン関係の新作ゲームが一堂に会した会場内には
インボール、ポケモンスナップなど人気のソフトが勢揃い。大勢の人が思い思いにポケモンを楽しんでいました。メインステージでは多くのポケモンフリークが参加して、発売間近のポケモンスタジアム2を使ってのポケモンリーグが開催され、大変な盛り上がりを見せていました。空中戦を身近なものにした1作目、劇的に美しい進化を遂げた2作目、そして今待望の3作目、エースコンバット3エレクトロスフィアが登場。近未来を舞台としたフライトシューティングは、夜の市街上空での戦闘や夕焼けのドッグファイトなど、ため息が出るほどのクオリティ。発売は5月27日の予定です。SNK の人気キャラクターが一堂に会して戦う対戦格闘ゲーム、ザ・キング・オブ・ファイターズがついにドリームキャストに登場。背景も 3D ポリゴンになり、戦いにも空気感が出たぞ。またミュージオポケットのキング・オブ・ファイターズ R2 と接続して楽しもう。この番組はドリームキャスト、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。お客さん見た顔だけど、ポケモン関係忙しいでしょう。そうだにゃ、ポケモンピンボールも出るしにゃ、しかも震えるカートリッジなんだよにゃ。しびれますね。けどにゃ、151匹登場でオイラが主役じゃにゃいんだよにゃ。よかったら夜明けの海でも見に行きますか。おやし、ゲームボーイからポケモンピンボール振動カートリッジで登場。いいですよ。出てくるゾンビが怖くてさ。ゾンビ、え、ゾンビが鷹を追う。課長、温泉でゾンビにしたいな。撃っとけ撃っとけ、ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2。もうごゾンビ。ドリームキャス、私と仕事どっちが。分かってくれよ。どうして。パッと片付けて帰っとる。来た来た、いつより怖い。ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド2。ドリームキャス、今夜は全日本やり込みなんでしょう開催中。ここでギャルゲーの神様トゥルーマンのやり込み度をチェック。まあ、まず簡単なところいきますよ、ええ、はい、これは誰でしょう。あ、藤崎詩織、ときめきメモリアルの藤崎詩織ですね、うん、これは有名ですね。有名ですね、うん、まあ、これぐらい分かってますね。これぐらい知ってる。これはときめきメモリの古式ゆかりですね、はい、ちょっと人気のないキャラなんで、はい、これ部活何？これ部活テニス部ですね、はい、これいつもメガネかけてる人ですよね。いや、これは違います。それはそれは車でもないですね。どういうな、今俺は車であれと聞いてるんだ。だって私だって知らない。うるさい、頼ってろお前は。これゲームボーイのポケットラブの最適なんですね。これもポケットラブの篠沢桃江ですね。そうだ、ポケットラブっていうゲームは、ええ、トゥルーマンは相当好きでめちゃくちゃやったんですか。いや、あんま好きじゃないんですよ、それが。やってないにもかかわらず、それは抑えておくんですか。一応、トゥルーマンなんで。意味がわかんない。なぜかと聞かれればトゥルーマンだからですよね、それはね。それは、困るんですけども、そういう聞かれるとも。これは山本瑠璃か、はい、愛知県立水塚高校、身長165センチ。バストウエストヒップは、それはちょっとプライベートに関わることなので、ちょっとやっぱトゥルールに考えてみたらそれは死んじゃいけないですよね。なんかごまかしてない。違う、彼女の前じゃあいきなり3歳って言われたら嬉しいか。嬉しくはないけど、でもほらそういう問題じゃないでしょ今。そういう問題ですよね。キャラクターの身長は一応失礼じゃないと思うんですけど、体重と3サイズは一応本人の承諾がないとやっぱ言えないから本人がトゥルーマン言っていいよって言ってくれない限りダメなんです。まだちょっと課題感じてくれないんでね。一応誕生日とかどうですか。誕生日は8月22日じゃなかったですか。その通りですその通りですよ。これはどうですか。これはトゥルラブストーリー2の西田茜ですね、はい、これはちょっと詳しく。あ、詳しく。じゃあいくついくよ、いくよ、ね、身長は162センチですね。誕生日10月16日。血液型、A 型、部活バスケット部。何年何組。2年2組なんで。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。手頃な価格で人気の1500円ソフトシリーズに本格的ビリヤードゲームが登場。
ナインボール、エイトボール、ローテーションの3つのルールが楽しめるぞ。カメラアングルも自由に変更できるし、もちろん対戦プレイも可能なのだ。 3D 宇宙空間を自由自在に飛び回るシューティングゲーム。プレイヤーはオメガブーストに乗り込み、バルカン砲とロックオンレーザーを駆使して氾濫したコンピューター兵器たちを破壊するのだ。フルポリゴンで表現されたバスフィッシングゲーム。トッププロ目指してトーナメントを戦っていくストーリーモードと、好きに釣りをしていくフリーモード、さらには自分がバスになって成長していくモードもあるのだ。上から落ちてくるブロックをボールを打ち返して壊していくというアクションパズルゲーム。キャラクターと対戦して勝ち進んでいくモードや、ひたすら腕を磨いていくモードなどがあるぞ。定番のボードゲームがゲームボーイカラーに登場。自分そっくりの分身キャラを作って人生のイベントをクリアしていこう。占い機能や友達ファイル機能もあるぞ。さて、はい、エントリーナンバー3番からはですね、はい、大変盛り上がってきます。そうなんです。ここからはゲームをやり込んだプロの芸人さんが登場し、この日のために作ったゲームのショートコントを披露。ただしつまらなかったら放送しません。あしからず。暫定エントリーナンバー3番、ココロさんです。どうぞ。ココロです。よろしくお願いします。ショートコントゲームで考えてきました。ショートコント、電車でゴー。ピピ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 ピ。何あんた、また仕事もしないでゲーム買ってきてやってばっかで。はい、電車でゴー。でもよかったよかった。でも例えばあんまりウケないコントって、はい、放送されちゃうと人気が落ちちゃうけど、放送しないから、だから大丈夫じゃないですか今回は。これで大丈夫と。大丈夫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 。さあ、はい、それでは続いては、はい、エントリーナンバー3番、はい、東方女子です。どうぞ。イエーイ、東方女子です。よろしくお願いします。ショートコント、イエーイ。バイオハザード2。あ、ゾンビだ、バレないようにしなきゃ。あくびかよ。マッチタイミング。パラッパラッパパラッパパラッパッドン、マリオじゃん。キック。どうもありがとうございました。何かに触るものはあったんですよ。何かに触ったら確かなんですよ。いやでもこっちの方の顔面白かった。今週は何が飛び出すか、浜さん光のちょっといい話。本編の方でですね、はいはい、いろいろやり込みを特集しようということで、はいはい、まあ、かなりゲームウェーブテイストのですね、はい、おバカなやり込みをやってるんですけれども、ね、はい、ファミ通の方では最近ではファイナルファンタジー、うん、もう山のように魅力ですね。レベルなんと7でクリアしてる、ね、あとね、スコールだけでクリア全部全部、うん、学園祭の音楽に歌詞をつけた、はい、ものを送ってきたりとかですね。あ、それ好きだな。パンチラシーンだけを編集して一本見るようにしてます。僕はどっちかというと後半のが好きなんですよ。難しいのはメーカー側もそれをこう用意、コレクションものとか用意してくれてるじゃないですか、はいはい、であれにあんまりに沿った形っていうのは別に家でやるのはいいんですけども、見てもあ、なるほど、それは僕もできると思ってたよっていうのが多いじゃないですか、はいはい、作った側がもう、予想もつかないようなことをしてこそファミ通のやり込みだなと思うんですけど、ね、ファミ通に来てた風来の試練の、はい、早クリアみたいな、はい、やり込みを中村浩一さんが見て、まさかこんなやり方があると思わなかった。要するに階段降りないんですよ、底抜けの壺をどんどん持ってて、その場でガンガン終わって、どんどんその落っこってくるだけなんですよ。何かに途中であったらもう終わり。バイオの、うん、最短時間クリアっていうのがあって、もうどれをどう倒すとかじゃないんですよ。最終的にアウトインアウトで曲がってるんだもん、みんな。レースゲームですよね。あれもすごかったな。ああなってくるとやっぱすごいなっていうの。そうですね。ありますね。昔からね、やるやつはいたんですけどもね。うん、は、ね、さあ、はい、続いては、はい、エントリーナンバー15番、ノーアークの皆さんです。はい、ショートコント、不良マリオ。ででって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 え、俺はコインだぜこれ。
俺のバッグにはノコノコさんがついてんだぜ。お前バリバリゲイ楽しい。今週発売のよりすぐりウェーブセレクション。実写とムービーをふんだんに使用したアドベンチャーゲーム。インターネット上に流れる殺人映像の謎を追い求めて、メールやホームページで情報を集めながら事件を解決していくのだ。24世紀の宇宙を舞台にした 3D アクションゲーム。3人のキャラクターを操って 3D ポリゴンで構成されたダンジョンに潜入。トラップを避けつつバトルを繰り広げて、見事ミッションを成功させるのだ。大空に浮かぶエデンと呼ばれる島々を空飛ぶ船で駆け巡っていく冒険 RPG。 サイコロのような立体のキューブダンジョンを武器や魔法を駆使しながら探検し、エデンの謎を探していくのだ。明星ポケットに初の競馬予想ソフトが登場。競馬初心者のためにレース場の情報や馬券の買い方、競馬用語など親切な解説モードもついているぞ。さまざまなデータを入力すればダービー勝利も夢じゃないかも。無限蘇生ダンジョンに繰り広げられる限りない冒険。強化パーツを手に入れて自分だけの最強ロボットユニトロンを作り上げろ。戦闘メカスーパーロープレーバイオモーターユニトロン。あのキングオブファイターズがネオジオポケットカラーに新登場。格闘モード、育成モードで最強のファイターを作り上げろ。キングオブファイターズラウンド2ナワセ64。この私にかかってくる勇気ある？うん。行けゲンガー、これでどうだ。あ、地震。大きなダメージ。あれ、まさか凍っちゃうとは。戦略が甘いね。戦略？全ポケモン151匹登場。任天堂64ポケモンスタジアム2。やっぱりミュウツーよね。全日本やり込みゴングショーはここでちょっとお休み。テクノサウンド&ゲームミュージックリアルタイムミックスプレイ by DJ 柳沢。あっ、 OK、 DJ 柳沢タイム。それではゲームウェブスーパーリミックスバージョン、早速ご案内していきましょう。ちょっとミュージック今宵ゲームウェーブがお届けするスペシャルプログラム。ご紹介する1曲目のナンバーは、オールドゲームファンにはすっかりおなじみ、あのマリオを一躍スターダムに押し上げた横スクロールアクションゲーム、スーパーマリオブラザーズ。ナンバーはこちらも歴史に残る名作。あらゆる意味でシューティングの基盤を築いた縦スクロール型シューティングゲームといえばもうお分かりでしょう、ゼミウここでゲームウェブからのインフォメーション。次週のゲームウェブはこの春お台場にニューオープンしたネオジオワールドを大特集。来週もチェケラ。 Thank you。 今週は何が飛び出すか。浜さん光のちょっといい話後半戦。あのね、ゼビウスっていうゲームがあったんですよ。はいはいはい。ゲームセンター入るとガーガーって、ね、うん、音がしてて、その中でもサンドイッチと牛乳飲んでるやつがいてね、うんうん、何してんだろうなと思ったら、うん、あのゼビウスって残機数がたまりますから、うん、お腹やったらね、ゴキ分潰してる間に飯食ってプレイ再開する、うん、お前すごいなって言ったら、それがあのポケモンを作った田尻さとしだったりしたんです。あ、そういうんだったらインベーダーができた直後ぐらいにオズマウォーズっていうゲームができたんですよ、はい、でこれは割と単純だから、ある程度面が行くともうループになっちゃうわけですよ、はい、
でね、うちの近所のね、アデンデっていう名前のあのゲームセンターにこれ特典が貼り出してあるんですよ。で、一人だけうまいやつが隣の小学校のやつで、そいつ1億点なんですよ、単位が。すごいね。だけど、そいつの家の門限を考えると、もう1億点に到達したあたりで家に帰んなきゃなんないから、もう全部死ぬしかないんですよ。したらね、あるゴールデンウィーク明けにね、3億6000万点ぐらいになってるんですよ。しかもそのオズマウォーズ自体が、俺好きなのはね、人気があるゲームではなかったんですよ、もうその当時は。だからもう彼の中ではオズマウォーズだった。僕自身はね、パワープロの5でどれだけひどい選手なのにプロ入りさせられるかやりましたよ。とにかく骨折させなきゃならないですから。で、なんかね、そういう話をするとファンの人とかが、今あるじゃないですか、データ改造するようなプログラムが結構、秋葉原なんかでも小さいお店と、これメーカー公認ではないものが売ってるじゃないですか。それで作った俺のより低いやつを作ってきたりするんですけど、それは違うんだよ、なんか俺に言わせると。その低いんだけどプロ入りしたやつはどれだけ手間かかるか分かるやつには分かるはずっていう、俺の中でちょっとアート作品なので、はい、なんかそれを近道して作ったものに関してはあんまり俺は見てても嬉しくないし、それただのダメな選手だから、ね、でもなんかね、アートですよね、あのビデオは。でしかもこういう変わり者のおじさんしか褒めてくれないんですよ。で、一応この番組でもですね、記録的なものはもうファミ通に送ってくださいね。うちはバカなのがいいな。だからゲームの画面じゃなくて、8ミリビデオとかで撮ってあるんだけど、鼻の穴に 3D スティックを入れてクリアとか、そういうやつ。パスタをアルデンテに茹でながらビートマニア。ビートマニアもミスしないんだけど、パスタもこう壁に投げつけるとちょっとずれてとか。今夜は全日本やりこみゴングショーを開催中。ゲーム大好きを自認する美人変人が続々登場しましたが、ここでこの番組の AD 藤代くんが自信満々に登場。似てるんですか、うん、これはおすすめ。おすすめですか。おすすめですか。っていうか、今こう映ってる画面しょぼい絵ですね、今ね。深夜だからっていう理由で許していいのかわからない絵ですね、これね。まあまあ、でもまあね、ゲーム番組ですから、やり込んでる人しか、ゲームファンしか中村浩一さんの顔知りませんからね。そうですね。ある意味いいのかしら。でも見たい、私、興味ありますよ。それじゃあ AD の藤代君から呼んでください。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、どうも、チューソフトの中村浩一です。行かないから面白い本格釣りゲーグッドバス。いただきね。ジュインキャス。カルドセプト。かつてその勝者は世界を制すると言われる伝説のゲームがあった。 Welcome to my field. And why do you say that this?カルドセプトエキスパンション5月1日登場。メディアファクトリー。この番組は任天堂、ドリームキャストとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ぶっちゃけて話をします。はい、今まで本当にすいませんでした。さあ、いよいよですね、はい、このやり込み、ゴングショー、はい、最後に来てすごい人が出てまいります。はい、はい、すごい人です。はい、ビートマニアの正真正銘の名人、桑島貴博さんです。どうぞ。小平から来ました、桑島貴博です。今日は伊集院さんたちに、プレイステーションのビートマニアの、究極の変態プレイを見せます。いやー、お待たせしました。今大人気の音楽ゲームビートマニアを画面も見ないで完璧にプレイできる究極のやり込み名人。まずは普通にプレイしてもかなり難しいスカを後ろ向きでプレイ。すごい。
ンプローラーでも。一度思わず拍手。ところが納得いかない男が一人。なんだよお前はよ。何？今さっきのなら僕でもできます。嘘つけよ。お前のさっきの踊りのリズム感を見たら普通でもできないもん。俺聞いたけど、うん、この人なら目隠しでもできる。これが本物っすわ。目隠し大丈夫？いやどんとこいですよ。マジか。というわけでビートマニア目隠し&片手プレイをとっとごらん。クラッチだったぞ。これそこ。あっそこ見たら何今の。今の。やり込み。ゲームウェブ流パープルシップス野球大会開催。参加条件はご覧の通り。参加希望者は必要事項をハガキに書いて番組まで送ってね。今夜はガミ通より攻略本クトミリソース製本解読の手引きとソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。Weather break. 今日の予想最高気温です。昨日と同じくらいのところが多いでしょう。東京は21度の予想です。